いつか覚えた酒の味、道に外れた恋だってあなたにお任せ、お任せします。お昼になりました。高田真です。本日もよろしくお願いします。はい、ということで本日は、カレーヌードル、そして昨日の夜ご飯の残り物、豚肉のしそ巻きを持ってきました。ではいただきます。うん、うまい。あら、優しい気配り、ちゃんとご飯とこの肉の間に髪を引いてくれてます。うん、うん、おいしい。うん、私これ食べたらね、今からすぐまた出発して岩国、山口県岩国市へ向かいます。お隣山口県に向かいます。うん、岩国行って積んで帰りがけに廿日市の現場にも寄って積み出しをして帰るという流れです。うまい。今ここは安佐南区川内のセブンイレブンに泊まってます。うん、うまいね。ヌードルザカレーはうまい。うん、言ってもね、こっからね50分なんですよ。岩国市マリフ町、うん、あの岩国駅の方だと思うんですけど、息子は結構ね夜ご飯食べてくれて、こんな一応いっぱい食べてほしいんでね、丼ぶり茶碗買っとるんですけど、久々にそれでいっぱい食べてくれました。うん、嬉しかったね。
のお相撲さんが食べる動画もそうだけど、あの高校球児がね寮でそう練習後にあのこんな大きなお皿お皿にねグラム数測ってさノルマを測っていっぱいご飯かき込んでる姿を見るとね本当気持ちがいいですよね。うん、食べるのもね練習ですからトレーニングですから。うん、うまい。ということで本日はセブンイレブンのカレーヌードルと昨日の夜ご飯の残り豚のしそ巻きをいただきました。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。